次に荒垣邦夫君、はい、荒垣君、立憲民主党無所属会派社民党の荒垣邦夫です。よろしくお願いします。冒頭、陸上自衛隊幹部ら10名登場の、先ほどお話がある UH-60J ヘリの、宮古島周辺で行方不明になった事故で、同乗員と見られる5人が発見され、そのうち、お二人が死亡が確認をされました。昨日新たにお二人が発見されたということですが、亡くなったご遺族にお悔やみを申し上げるとともにですね、残された行方不明の皆様の早期発見をお祈りしたいと思います。同時に事故原因の究明と情報開示にを求めてですね、質問に入りたいと思います。一月ほど前の話になりますが、去る3月15日、防衛省で浜田大臣との会談を終え、報道陣の取材に応じたエマヌエル駐日大使がですね、日米同盟の強化によって沖縄の基地負担が増加している点についてマスクが問われたら、自由で開かれたインド太平洋を守るための責任であり負担ではないと述べました。沖縄基地負担についての大臣のお考え、そして負担ではなく責任であると述べた米国大使の考え方について、ご見解を伺いたいと思います。浜田防衛大臣。安全保障上極めて重要な位置にある沖縄に米軍が駐留することは、日米同盟の抑止力、対処力を構成する重要な要素であり、現在の安全保障環境ではその重要性はさらに増していると考えております。ご指摘のエマニュエル大使の発言は、こうした現在の安全保障環境における日米同盟と沖縄における米軍の駐留の重要性を述べられたものと考えます。その上で、沖縄には現在でも多くの米軍施設、区域が集中し、沖縄の皆様には大きな基地負担を担っていただいていることを政府として重く受け止めております。沖縄の基地負担軽減を政権の最重要課題の一つとして取り組んでいるところであります。具体的には米軍施設が区域が集中していることにより周辺地域において、例えば航空機騒音等の障害や事件事故の発生等により地域住民の方々に影響や不安を与えており、また土地利用上の制約等のご負担をおかけしていると認識をしております。防衛省としては沖縄の基地負担軽減の観点から米軍基地の整理縮小を引き続き進めていくとともに、米軍基地の運用による騒音等の軽減や事件事故の防止等について米側に協力を求めていくことが重要であると考えております。荒垣君。今大臣からはちょっと細かくご説明があったんですが、どうもアメリカ大使はそういう認識があまりないのかなと思っています。大使とその県民との考え方の違いっていうんですかね、県民にとっては常日頃から毎日のようにその事件事故があるわけですね。ですからそれはやっぱり認識してもらいたいなと思っております。日米2プラス2など日米間の文書でですね、米軍基地の負担、英語でバーデンという単語なんですが、これが影響インパクトとして訳されております。日本政府は沖縄の米軍基地が県民にとって負担であると捉えている一方で、米側はそれを受け入れずに影響とすると、沖縄の基地負担が一向に軽減しない理由の根幹はこの認識の差にあると私は考えております。政府はしっかり負担軽減の努めるんだと先ほど大臣もおっしゃっていたんですが、沖縄県民は米軍基地の存在負担だと感じておりますし、日本政府としても同様の認識を持っていると私は思っていますが、この認識をですね、そういうその米側との交渉、そして先ほど来から緊密に話し合いを持っているんだというお話があるんですが、こういうことを踏まえてきちっと米側にそれを意向を伝えているのかどうなのか、それをちょっと確認をしたいと思います。浜田防衛大臣。先ほども申し上げましたとおり、沖縄の皆様には大きな基地負担を担っていただいていることを政府として重く受け止めております。沖縄の基地負担軽減を政権の最重要課題の一つと取り組んでいるところであります。
政府としてはこの認識のもとにですね、さまざまな機会に米側に対して沖縄の基地負担軽減の重要性を説明し、米側の協力を求めてきているところであります。例えば本年の1月の日米2プラス2においてもですね、米側に対して日本側から沖縄の基地負担軽減の重要性を説明した上で、在日米軍再編を着実に推進すること、そしてまた事件事故に関する適時の情報共有を行うこと、そしてまた環境に関わる協力を強化すること、そしてまた同盟の活動の重要性について地元と緊密なコミュニケーションを行いつつ、地元への影響を軽減し、地元との強固な関係を後押ししていくことの重要性を確認をしたところであります。今後とも米側に対して沖縄の基地負担軽減の重要性をしっかりと伝え、在日米軍再編や米軍の運用をめぐる課題について米側と連携して一つ一つ前に進めていきたいと考えております。荒垣君。やはり米側にその思いがですね、なかなか伝わってないんじゃないかなと思っているんですね。まあ、トップはそういう考え方があるかもしれませんが、底辺まで、平底まではなかなか伝わってない。だからやりたい放題のことをやっていくということがもう日常茶飯事のように行われているわけですから、やっぱりその辺の思いはですね、大臣しっかりその防衛省としても伝えていただきたいし、この辺は守っていただきたいというふうに思います。そして駐日大使はまた米軍基地がある場所ではどこでも我々はよく隣人として振る舞っているんだということをおっしゃっているんですね。果たして県民にとって良き隣人なのかなと思います。これは本当にいつになったらその基地負担の軽減がなるんだろう、なされるんだろうと思っているんですが、まあ、現実は毎日のように早朝から深夜まで低空飛行で飛び回っていくと、それも中学校、小学校、そして保育園、病院もそうです。公共施設があるところをどんどん飛んでいくんですね。もう基地のないところも飛び回ります。ですから基地がないから騒音がないと、被害がないというわけではなくて、やはり年々それがひどくなっていくという現実が沖縄にあります。ですからしっかりですね、その意向は伝えていただいて、それが成果が出るような交渉をぜひやっていただきたいなと思っております。次に、政府が常々言っている沖縄の基地負担というのは米軍基地だけをもっての負担なのか、あるいは米軍基地、自衛隊基地を合わせたものなのか、基地負担の対象についてですね、見識を伺いたいと思います。浜田防衛大臣。ご指摘の沖縄の基地負担については沖縄県には現在でも多くの米軍施設区域が集中しており、沖縄の皆様に大きな基地負担を担っていただいていることに、政府としても重く受け止めていることを申し上げてきているところであります。その上でご指摘の自衛隊の部隊配備について申し上げれば、現在の安全保障環境を踏まえれば南西地域の防衛体制の強化は喫緊の課題だと考えております。南西地域への部隊配備は力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部に含む南西地域への攻撃に対する抑止力、対処力を高めることで我が国に対する武力攻撃そのものの可能性を低下させるものであり、沖縄県民を含む我が国国民の安全につながるものと考えております。また部隊配備によって大規模災害や国民保護における対応の迅速化にもつながるものと考えております。一方で南西地域への自衛隊の部隊配備を不安に感じておられる失礼しました、住民の方もいらっしゃると思いますが、引き続き関係自治体に対し現在の厳しい安全保障環境や三文書の考え方について丁寧に説明をさせていただきたいと考えております。さらに自衛隊の部隊が住民の皆様との信頼を構築し、日々の活動において住民の皆様の生活に与える影響を最小限にとどめるよう努力するなど、住民の皆様の不安の払拭すべく努力を積み重ねていくことが重要であると考えているところであります。荒垣君。
もう着実にこれはこれまでは米軍基地が沖縄 70% 以上あるということで、非常にその過重な負担だという認識だったんですが、さらに今大臣がお話しされたように、その自衛隊基地 もう強化されてきたということで、実は先島の皆さん、宮古、石垣、与那国の皆さんといろいろお話していると、自衛隊誘致に賛成した方もですね、当初災害時に守ってくれる自衛隊、そして緊急時に活動してくれる自衛隊、非常に頼もしいという認識だったと。本島の皆さんは常に米軍基地からの被害があるものですから実感としてるんですけども、なかなか離島の皆さんこれまで認識がなかったということで、本来その自衛隊の皆さんに助けてもらうんだという認識だったのに、だんだんミサイル配備されるという話になったという人たちが多いんですね。そこまでは我々は認識してなかったということですから、これはおそらく離島の皆さん、その先島の皆さんにとっては非常に基地負担、にですねなると思うんですよ。やはり今も非常に不安があります。一体どうなるんだろうということで、首長たちも非常にその点を心配をしておりますので、確実に、質量とも増加しているという認識はございませんので、やはりしっかりですね、沖縄の皆さん県民には丁寧な説明をいつもおっしゃっているんですが、なかなかそれで十分かというとそうではないと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。次に、辺野古の新基地の話ですが、実はこの間建設現場からわずか南西に約3キロの串沿岸で、ジュゴンの糞が採取されました。昨年7月に海に浮かんでいた草食動物の糞を県が DNA 鑑定した結果、ジュゴンのものと判明をしております。もうジュゴンもいなくなったのかなと思ったんですが、いやいやそうでもないということで、ジュゴンの糞の採取を受け、沖縄県はですね、7月7日付で沖縄防衛局に対しジュゴンに関わる事故調査の拡充検討を求めておりますが、防衛省は県に対して回答をしたのでしょうか。県の要請に対する検討状況についてお伺いしたいと思います。北尾大臣官房審議官。お答えいたします。ご指摘の沖縄県の要請とともに、県が公表しましたジュゴン調査にかかる報告書の内容につきまして、現在沖縄防衛局におきまして精査しているものと承知しております。その上ででございますが、普天間飛行場代替施設建設事業の実施にあたっては、これまでも大浦湾にジュゴンが来遊することを前提として部外の専門家からなる環境監視等委員会の指導助言を踏まえつつ、ジュゴンへの影響に配慮して工事を進めてきたところでございます。引き続き沖縄防衛局におきまして適切に対応していくものと承知しております。荒垣君。すいません、県にはそういう回答をしたということですか。北尾大臣官房審議官。現在沖縄防衛局において精査中ということでございます。荒垣君。今精査中ということですが、これが精査をして結論が出るのはどの時期なんですか。北尾大臣官房審議官。繰り返しになりますが、精査中でございまして、時期についてまだ明確にお答えできる状態ではございません。荒垣君。はい、ぜひ早めにお願いしたいと思います。ジュゴンの存在が判明したということになると、このまた辺野古の新基地建設もなかなか厳しいものがあるだろうと思うんですが、実はこの工事の進捗率、そして観光のめどなんかはどうなんでしょうか、今の現在。浜田防衛大臣。
普天間の普天間飛行場の代替施設については辺野古移設が唯一の解決策であるという方針に基づいて着実に工事を進めていくことが普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現しその危険性を除去することにつながると考えております。その上で埋め立て工事については本年3月末時点で辺野古側の約 92%事業全体の約 14% まで進捗しており着実に進んでいます。またこれまでも変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに9年3ヶ月を要するとご説明してきておりますがこの工期については十分に合理的な工程になっているものと考えております。いずれにいたしましても引き続き普天間飛行場の一日も早い全面変化を実現するために全力で取り組んでまいりたいと考えております。荒垣君、確かに今全体では 14% ということですが、これから大浦湾側やるとなるとかなり厳しいのかなと私は思っています。軟弱地盤の話もこれまでありました。ですから今大体9年というんですが、報道あたりでは12、3年それ以上になるんじゃないかと言われているんです。どうなんでしょうか。その辺は浜田防衛大臣。我々とすれば今申し上げた年数で対応できるというふうに考えております。荒垣君。9年ですからかなり長いなと9年でもですね思います。おそらくそれ以上なるんじゃないかなと予測されるんですが、これはあくまでも私の個人的な提案ですが、今防衛費がの問題5年で43兆という莫大な予算がかかるということになっております。そういう状況の中で、9年10年かかる辺野古の埋め立て、仮にですよ、いや大変だから少し一時期見直そうかと少し立ち止まって考えてみようじゃないかという発想はないんでしょうか。浜田防衛大臣。今先生からのご指摘な点についてはですね、我々すればこの工事に要する経費についてこの普天間のこともございます。この予算についてはですね、不可欠な経費であるというふうに考えておりまして、経費の抑制に努めるとともにですね、必要な経費を計上してまいりたいというふうに考えております。引き続きですね、今お話にありましたが、我々とすれば地元の皆様方に丁寧な説明を行いながらですね、基地負担の軽減を図るために全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。荒垣君。なかなか9年10年かかるとなると果たしてそれが基地の負担軽減につながるのかどうかと私は非常に懐疑的な思いを持っております。そうなると普天間基地、あさってにもそういう事件事故が起きたらどうするんだろうという心配を常にしておりますので、ぜひそれは私としては少し立ち止まってもらいたいという思いをお伝えしておきたいと思っております。次に外務省にお尋ねしたいんですが、政府は今月5日、途上国支援の新たな枠組みとして、政府安全保障能力協力支援、OSA ですね、の創設を国家安全保障会議、NSC で決定をされました。OSA の創設によって、非軍事を大原則とする政府開発援助、ODA とは別枠で、同志国の軍隊に防衛装備品を無償供与することができるようになりました。まず外務省にお聞きしたいのですが、OSA 創設の理由、そしてなんで ODA と切り離して OSA を創設する必要があるのか、その点についてお伺いしたいと思います。今福大臣官房参事官。お答え申し上げます。我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれております。そのような中で力による一方的な現状変更を抑止して、特にインド太平洋地域における平和と安定を確保し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためには、我が国自身の防衛力の抜本的強化に加え、同志国の安全保障上の能力抑止力を向上させることが不可欠です。でこうした観点から、 OSA は軍等に対する資機材供与やインフラ整備等を通じて、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化
に貢献することにより、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、および国際的な平和と安全の維持強化に寄与することを目的としております。このように OSA は、同志国の安全保障上の能力、抑止力の強化を目的とする支援枠組みとして新たに導入されたものでございます。で、それに対しまして、開発途上国の経済社会開発を主たる目的とする ODA とは全く異なるものとなっております。この OSA の支援枠組みについては、昨年12月16日に閣議決定された国家安全保障戦略に盛り込まれ、令和5年度の外務省予算に20億円が計上されております。また本年4月5日、OSA の実施方針を国家安全保障会議で決定し、公表させていただいた次第です。荒垣君。はい、今この同志国という言葉が出たんですが、私はあまり馴染みがないんですね。同盟国はよく聞くんですが、同志国というのはあまり聞いたことないんですが、このどのような国を想定しているのかですね、同志国というのは。そして同志国と同盟国の違い、さらには、同志国の想定する国、想定国と定義についてですね、お尋ねしたいと思います。今福大臣官房参事官。お答え申し上げます。同盟国、同志国、このいずれも必ずしも定義が確立しているわけではございませんが、同志国という用語は一般にある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知しております。で、いずれの国が同志国に当たるかにつきましては、今申し上げたとおり、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から個別に判断してまいります。で、同盟につきましては、こちらは一般には共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられております。で、その上で申し上げますと、同盟国につきましては、日本政府といたしましては、これまで米国を唯一の同盟国としてきております。で、どのような国を、その同志国として想定しているのかというお尋ねにつきましては、今申し上げましたとおり、それぞれの外交課題について個別に判断していくということでございますが、対象国の案件の、対象国や案件の詳細について相手国のニーズなどを踏まえて政府部内で検討を進めていくこととしておりますので、現時点では何ら定まっておりません。ただ先日調査をかけますという公示をさせていただきましたが、現時点では今後フィリピン、マレーシア、バングラディッシュおよびフィジー、これを対象として警戒監視等の海洋安全保障分野の能力向上に資する機材供与を想定した専門的な調査、これを外部事業者に委託して行うこととしております。まずはこれらの調査結果を踏まえて具体的な協力案件を形成していく考えでございます。荒垣君。そうすると今4カ国が想定だということなんですが、例えばこれはその近隣アジアですか、近隣諸国に、まあ、世界にですか、これ呼びかけるわけですか。日本は OSA が想定して今後支援しますよと、それを、まあ、ある意味公募みたいな形でやるわけですか。それがこの4カ国ということですか。今福大臣官房参事官。お答え申し上げます。はい、今申し上げました4カ国につきましては、これまでの先方からのニーズとそういったものを踏まえた上で関係省庁とも相談をして、今年度につきましてはこの4カ国について今候補として調査をかけようとしているところでございます。荒垣君。じゃあこの同志国は今後増える可能性はあるわけですね。今福大臣官房参事官。お答え申し上げます。はい、さようでございます。今後各国からのニーズ、あと日本との関係等、二国間関係、その他日本の安全保障にどういう意義があるかと、そういった点を踏まえて今後検討増えていく可能性はあると申し上げます。荒垣君。はい、OSA 創設と同時にですね、 ODA の基本方針を示す開発協力大綱の改定も発表されております。現行の ODA 大綱の基本方針では、非軍事的協力による平和と繁栄への貢献との見出しが、改定案では単に平和と繁栄への貢献との表現にとどまっているんですね。この現大綱の本文中にある開発協力の軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避するとの原則を遵守するとの文言も改定案からは消えています。
これなぜなのかなと思って、実はヒアリングで職員の皆さんに尋ねた、いやいや変わっていませんよという話だったんですが、よくよく読み込んでみると、なんでその改正案では、それが削除されたのかなというふうに非常に疑問を持っているので、よろしくお願いしたいと思います。それとこれらの文言削除は OSA 創設とどのような関係があるのか、そして OSA においても ODA 対抗のようなものが策定されているのかをお伺いしたいと思います。今福大臣官房参事官。お答え申し上げます。まず ODA 対抗の記述でございますが、対抗、今、パブリックコメントかけられております ODA 開発協力対抗の案におきましては、委員ご指摘のとおりですね、見出しのところは平和と繁栄への貢献という形になって書かせていただいております。これはですね、見出し基本方針の見出しは簡明なものとするために平和と繁栄への貢献と記させていただいておりますが、その下の中身におきましては、非軍事的協力によって開発途上国の開発課題や人類共通の地球規模課題の解決に貢献してきた我が国の開発協力は国際社会の平和と繁栄を誠実に希求する平和国家としての我が国に最もふさわしい国際貢献の一つである。我が国は引き続きこれを堅持します、堅持し国際社会の平和と繁栄の確保に積極的に貢献するというふうに記載させていただいております。なので方針に変更はございません。あと、もう一つ ODA のように OSA についても対抗を策定するのかというお尋ねでございますが、こちらの方は同志国の安全保障能力抑止力の強化を目的とするこの OSA の支援につきましては、我が国の平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ同志国の安全保障上のニーズに応えていくことを大前提としております。でそれで先ほどもご答弁申し上げましたが、4月5日にそのために OSA の目的支援方針実施上の原則等を規定する基本文書である実施方針を国家安全保障会議で決定し公表したところでございます。具体的には OSA の目的に加えまして、安全保障の保障上の機能や能力強化を支援する意義のある国の軍が被益者となる協力を行うこと、原則として開発途上国を対象とすること、防衛装備移転三原則および同運用指針の枠内で支援を行うこと、国際紛争との直接の関連が想定しがたい分野に限定して支援を実施すること、国連憲章の目的および原則との適合性を確保すること等について定めております。現時点で追加的な基本文書を作成する予定はございません。荒垣君。私はですね、これまで非軍事的協力による平和と繁栄への貢献ということの表題は極めて重要じゃなかったかなと思っているんですね。あえて、その表題の非軍事的協力を削除し、さらには開発協力の軍事的使用及び国際紛争を助長への使用を回避するとの原則を遵守するという文言は、極めて重要だったんじゃないかと思っているんですが、それはもう改定するということですから、しょうがないのかなと思いますが、ぜひ、これは入れて欲しかったなと思っております。最後に外務大臣に、外務副大臣にお尋ねしたいんですが、安保関連3文書ではですね、防衛装備品の輸出を官民一体で進めると明記をされ、防衛産業を防衛力そのものと表現をしております。その前提のもとに21日に審議予定の法案では、防衛産業の国有化に道が開かれようとしているのではないかと思っているんですが、一方、政府・与党は23日、投開票の統一地方選、衆参補選後に防衛装備三原則の運用指針見直し協議を本格化し、殺傷能力のある武器輸出を解禁せんとしているというようなことも報じられております。外務省の説明では、OSA は海外への武器輸出を制限する防衛装備移転三原則の枠内で協力し、目的外使用や第三国移転がないようにする国際約束も締結するということですが、現下の国会内外の議論を見ておりますと、どれだけ実効性を保たれるのか、ちょっと疑問だなと思っているんですが、今後、これからですね、政治によって防衛装備移転三原則の運用指針が見直された場合に、それに連動して、OSA の運用も新しい指針の下で実施されるとの認識でよいのかどうか、外務副大臣にお尋ねしたいと思います。山田外務副大臣。お答え申し上げます。防衛装備移転三原則及び同運用指針の改定につきましては、
今後議論がなされるところであり、現段階で予断を持って申し上げることは困難でございますが、改定された場合には防衛装備移転三原則および同運用方針に基づく制限はそれにのっとって変更されるものと承知しております。いずれにいたしましても本支援は法の支配に基づく平和安定安全の確保のための能力向上に資する活動や人道目的の活動、国際平和協力のための活動など、国際紛争と直接の関連が想定しがたい分野について支援を実施することとなるため、無尽蔵に支援の範囲が広がることにはなっておりません。以上でございます。荒垣君。はい、ぜひ今後の動向をですね、注視していきたいと思います。質問終わります。ありがとうございました。次に浅川義晴君。